ノコヘリハコヨコクビガメは、ハチュコウカメ目、アフリカヨコクビガメかハコヨコクビガメ属に分類される、カメ。エスワティニ、エチオピア南部、コンゴ民主共和国東部、ケニア、ジンバブエ、ソマリア南部、タンザニア、ボツワナ東部、南アフリカ共和国北東部、モザンビーク、ルワンダ模式標本の産地は、南アフリカ共和国。最大高潮46.5センチメートルで、 箱横首がメ属だけではなく、アフリカ横首ガメがめか最大種。オスよりもメスの方が大型になり、オスは、校長35センチメートル、体重4.5キログラムには達しない。廃校は、上から見ると、後方で、幅が広くなる細長い卵型。孵化直後から、ある甲板やその痕跡、成長輪が、老齢個体を除いて、明瞭に残り、 甲板の表面には放射状のシワが入る。第2から 4C 甲板が大型個体では浅くへこむ。後部円甲板の外縁が尖り、成長に伴い不明瞭になるものの大型個体でも突起が残ることもある。種小明シンタスは、虚子状の虚子のあるの意で、円甲板後部の突起に由来する。和名や英名も同義。廃光の色彩は黒や暗灰色。 廃校と復校の境目には、脇の下の近くに小型だが明瞭な甲板がある。復校は大型で幅広く、左右の高乾板の間に深い切れ込みが入る。復校の色彩は、黄色や高褐色だが、稀に暗色藩が点在する個体もいる。復校の外縁は黒い。頭部は大型で、やや厚みがある。上顎の粉端はやや突出し、先端が凹み二股に分かれる。 喉には2本のヒゲ状突起がある。北部固体群の頭部の色彩は、広灰色や暗灰色、オリーブ色で、不規則な暗色反が入る。顎を覆う角質の鞘や喉の色彩は、黄色や高褐色で反紋が入らないか、不明瞭な反紋が入る。南部固体群の頭部の色彩は、暗褐色で、黄色や高褐色の無色以上の反紋が入る。 口しや喉の,の色彩は、頭部と同じか、やや灰色がかる。中部個体群は、北部個体群と同様か、南北の中間型が見られるとされる。頸部や獅子、尾の色彩は、灰色や安灰色、ノーオリーブ色。卵は、長径4.2から4.5センチメートル、短径2.4から2.6センチメートル。腰体の廃坑の色彩は、褐色や、オリーブ色。 C カンパンには筋状の盛り上がりがあるが、第五、C カンパンを除いて、C カンパン後部にコブ状のキールを残し消失する個体が多い。妖体やオスの生体の廃校は変平だが、メスの生体の廃校は、長部は平坦なものの分厚い。垂直分布は海岸線に近い低地から、ブルンジやルワンダでは標高2000メートルの高地にかけて生息する。 温暖湿潤気候、西岸海洋性気候、ステップ気候などといった様々な気候区分の地域に生息するが、主にサバナ気候の地域に生息する。寒気になっても日上がらない流れの緩やかな大型火星や故障などに生息するが、雨季になると氾濫源で見られることもある。植生は動物食傾向の強い雑食で、昆虫、巻貝、ミミズ、魚類、両生類、 動物の死骸、落下、水生植物などを食べる。水場を訪れた、哺乳類に群がり、太表にいるダニを食べることもある。繁殖様式は乱生。北部古代軍は7月頃に産卵を開始し、南部古代軍は10月から翌1月に産卵する。水場から離れた場所に深い穴を掘り、1回に7から25個の卵を産む。 卵は32摂氏34度の環境下で48日で孵化した例がある。生息地では食用とされることもある。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。野生個体だけでなく、欧米からの飼育か繁殖個体も流通する。飼育は難しくないのだが、大型種のため大型のケージが用意できない限り、一般家庭での飼育には向かない。 大型の野生個体は変色することもあるが、多くの個体は配合資料も含めてエサつきは良い。ありがとうございます。